任務？それとも訓練？一本の釘の欠落が一国の王を殺すこともある。敵を視認しました、オーバー。面倒だな。試験と行こうじゃねえか。戦場に出たからには死ぬ覚悟決めろ。戦場は使ってみればこの薬の姿が分かるぜ。ロックオン症状。このガベルは重いわ。覚悟しておきなさい。拙奏に今油揚げ。戦場に出たからには死ぬ覚悟決めろ。俺の処方は軽くないぜ。戦場は俺に合わねえけど治療は。火山の煙や粉塵には大量のオリジニウム粒子が含まれるので長居は避けましょう。拙奏に任せ。ロックオン症状。もうここは目を離してもいいわ。たくあん漬け。あ、拙奏はこちらに。先輩どうかご指揮。貴様の生死は私が決める。即興王ゆえつは黄金納豆ご飯。まだ考え。ここでは感情に意味なんてない。思い切り自分自身を感じて。拙奏に本能を切り捨て。たくあん納豆ご飯。私の武器は誰にでも扱えるわけではない。自由という。いつまで過去に浸ってるの。戦場で響く楽の音が注意し、特にビターニア人が相手のことに。たくあん納豆ご飯。これで静かになってくれる。さっさと片付ければ。もっとトライトーンのごとき驚愕。貴様の生死は私が決める。優越は黄金にきらめいて。拙奏に油揚げ。いいチャンスだ。新薬の臨床試験と行こうじゃねえか。俺のこの薬、悪い奴を構成させる効果。炎を切り捨て。ミッションアカンプリッシュ。終わったのか。まあいい。頭痛が激しくなる前に休める場所を探さねば。
皆さん、もう一度防火装備の確認をお願いします。溶岩と安全な距離を保って、隊長の報告は怠らないようにしてください。一気に型をつける。接走、剣山。接走に任せよ。たくあんず油揚げ。火山の煙を封じには大量のオリジニウムリ。私の武器は誰にでも扱えるわけではない。接走に任せ。油揚げ。これで前回取り損ねたデータも。接走に納豆ご飯。ここからは私、苦しみもいつかきっと終わるわ。くせっせいしてるとは。いざという時、貴様の精神は私が。ロッコン少女。自由と陽光に包まれて。俺の処方は軽くないぜ。輸液は黄金にきらめいて。接走に魔法のローを切り捨て。皆さんが後ろにいる限り、使ってみればこの薬の凄さがわかるぜ。ラジャ、怪人は生命を育み、シンバを芽吹かせ。射撃許可を求めます。思いっきり自分自身を感じて。もうここは目を離してもいいわ。相手が何だか当然にない。油揚げ。思いっきり自分自身を感じて。接走に油揚げ。輸液は黄金にきらめいて。貴様の生死は私が決める。たくあん油揚げ。俺の死を使ってみれば。炎を切り捨て。輸液は黄金にきらめいて。相手が何だろう。あなたたちの罪はもう弁明の余地もないわ。接走に任せ。油揚げ。接走に任せ。納豆ご飯。輸液は黄金。いつまで過去に浸ってるの。我らが関心はもう待ちきれないようだ。接走に炎を切り。命を危険なしさ。さあお前は当然にない。四分の三拍子のごとき警戒。私の武器は誰にでも扱えるわけではない。その捕地ロッコン少女。もっと強く。依頼内容を承知した。まだ考え。神殿がその捕地油揚げ。
戦場に出たからに死ぬ覚悟決めろ。いいチャンス。私の意見ここでは感情に憎悪がお前の視野を奪う。位置につきました。もうそれ以上近づかないで。人に見られなきゃ敵を捕まえて実験体にしても公約違反には当たらねえ。心配いらないって。